こんにちは。大正大学仏教学部仏教学科の米澤です。これから大正大学仏教学部仏教学科の説明を行いたいと思います。仏教学科には4つのコースが準備されています。修学コース、仏教学コース、国際教養コース、仏教文化遺産コースの4つのコースです。それぞれ特色あるコースということになります。仏教学科に含まれる4つのコースで共通して学ぶことがあります。まあ、その科目で言いますと、基礎ゼミナール、基礎仏教学、そして専門ゼミナールです。この学びを通じて各コース充実した学びを行っていくことになります。仏教学科では仏教系大学の特別な行事を主催したり参加することができます。3つ紹介したいと思います。1つ目が水曜礼拝、水曜日に行われているものです。そして学園祭である大大祭、6月に行われています。こちらも仏教学科として参加しています。そして12月に浄土会が開催されます。これは学生が中心となって、企画運営するイベントです。釈尊の浄土を称えて行われる行事です。これらの行事を主催していくのは仏教学科の特色と言えると思います。仏教学科ではブログを行っています。各コースごとのブログもあるんですけども、こちらの QR コードからアクセスしていただくと詳しい活動の内容を知ることができると思いますので、ぜひアクセスしてみてください。以上で仏教学科の説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。